どうも、筋トレ大好きなイラストレーター、りょうちんです。今回は知らないと損しちゃうよ、プロもやっているキャラクターデザインの描き方についてちょっとお話ししていこうと思います。皆さんは絵を描いていて、そろそろ自分のオリジナルキャラクターを描いてみたいなって感じることありませんか？僕は絵を描き始めた頃から、版権キャラクターとかファンアートばかりを描くことに抵抗があるタイプの人間でした。だからいつかをオリジナルキャラを描こうじゃなくて、いつだってオリジナルキャラを描くぜという花井キャラク絵を描いていたんですけれども、全然うまくいかなかったんですね。でなぜうまくいかなかったかというと、ある大切なポイントを完全に見逃してオリジナルキャラを描いていたんです。その大切なポイントを見逃していた時の絵がこちら。何がダメなんですか？このキャラデザインのダメなところは2点あります。まず1つは足が途切れている。これではキャラクターの全体像が分かりません。そして2番目に、前と後ろ両方が描かれていないので、キャラクターデザインとしては失格です。じゃあどうやればいいんですか？はい、その方法を教えちゃいます。それではやってまいりましょう。お絵描き講座第4弾、ここだけの秘密ですよ。失敗しないキャラデザインの秘訣。たまにね、ふざけてしまって申し訳ないです。ね、お絵かきは楽しくやっていきましょうね。うん。はい、行ってみよう。プロもやっている失敗しないキャラクターデザインっていうのは、5つのステップを踏むだけで OK です。では、一つ一つ見ていきましょう。まず、ステップその1、要素を具体的に書き出す。つまり、仕様書って聞いたことないですか？あれを作るイメージです。まあ、このキャラクターはこんな感じですよっていう文章とか画像がペタペタ貼ったね、まだ設計図としてはまだ完成できていないものですね。例えば今回考えたのは、森の素材を集めて日用品を作っている見習いのハンターとかね、そういう役割です。で、第一印象はっていうのは、まあ読者さんとか視聴者さんが見た時になんかふっとすぐ入ってくるようなイメージですね。まあ、自然界とか、モフモフした動物好きそうだな、まあ、優しそうだなっていうね。でもちょっとドジだな、この子とかね。そういったものが伝わるといいなっていうのが、まず一つ。そして、次は服装っていうのは、これ完全に見た目の話ですね。で、まあ、エルフだっていう見た目だのと、まあ、いかにもファンタジー的なものを装備させようと思ってたのと、あとは、鍛冶屋でバイトしてるっていうね、ちょっと側面を持っているっていう設定をしてます。ちなみに、その鍛冶屋のおじちゃんは、親方はこれです。ね。いかにもって感じでしょ？伝わりやすく書かないとね。まあ、ちょっとこれはさておき。で、最後に、まあ、性格的なものはどんな感じっていうのは、自分のね、量の性格を反映して、とにかくよく食べますと。食いしん坊です。モンスターでも何でも食べちゃうぞっていうモンスターイーターって、こうやって文字でまず起こすんですね。で、こうやって書き起こしたものをもし絵にした時にどんなになっていくんだろうっていうね、それをなんかイメージしてホワワワーンってやっていく。これがステップ1の段階でやることなんですね。こうやって文章でまとめておかないと、やっぱり方向性がね、あっちゃこっちゃ変なとこ行っちゃうから、ここすっごい大事なところなんです。 OK。 続いてステップその2、ラフで素体を作ろう。じゃあ素体って何ぞやっていうのは、大体こうラフスケッチのことを指していて、まあ、パーツとかキーフレームって言われるこうディティールがまだ全然決まっていない本当に素の状態、まあ、だから素体って言われるよね。こういったものを作るのがステップ2です。はい、では続きましてステップ3。なんで今のとこだけ英語で自分でエコーかけてはるんですかって、ちょっとみんな眠くなってきたかなと思ったので、ちょっとふざけてみました。はい、ということで次行ってみましょう。ステップその3、前と後ろを描きましょう。で、前段階で作ったこのラフスケッチが、まあ、つまりもう資料になっちゃうわけですよね。皆さんがよくやってる例えで言うと、まあ、版権イラストとかファンアートを描くときって、やっぱり元々がね、もう完成してるから、それを見て描くじゃないですか、模写したりね。それと似てて、まあ、土台があれば、清書できちゃうよねっていう話です。うん。で、注意点としては、前と後ろは必ず描いてほしいってことです。なぜなら、アニメーションでキャラクターを動かす人、3D モデルでゲーム上とかでね、キャラクターをこうモデリングして動かす人からしてみれば、最低でも前と後ろの図面がないと作りづらいわけです。ね。皆さんも自分がキャラクター一人を使ってそれを漫画で動かすことを考えてみてください。
後ろの設定決めてないとめんどくさいことになるでしょ、後で。え、後ろどうなってんだろう、 これでいいかなとかさ、いちいち考えなくて済むんですよ。ね。だから最初から決めておこうっていうことですね。ステップその4、モデルシートを書く。さて、ここで、あまり聞き慣れない言葉が出てきましたね。モデルシートって何ぞやって、まあ、論より証拠で言いますね。まあ、なんだあれとか、ハムとか、ね、こう、要するに、このキャラクターは、どんな感じなのっていう様子をコマで書き出すことをモデルシートと言います。ね。例えば、このハムってね、ほんと美味しそうに食べるねとか、食べるのが好きそうだって伝わるじゃないですか。ふぅ、みたいな。これあくびをしてると、あ、結構寝ぼすけなんだな、朝弱いんだな、とか。いいようである。いや、結構頑固なとこあるんですね、とか。ついに幻のお魚をゲットしましたよ、とか言ってたら、ちょっとマニアックな一面もあるんだな、とかね。で、まあ、強がっててもなんかこう、風邪ひくとすんごいぺしゃんこになって弱くなって、風邪ひいてんの、ふんふん、みたいになるとかね。こうやって様子があると、みんな共感しやすくなりますよね。あ、ちょっと可愛いな、とかさ。ね、これすごい大事なことなんですよ。で、気がついた方もいらっしゃるかもしれませんが、これにはポイントがあるんです。これを作るときは必ず喜怒哀楽は最低限組み込むようにした方がいいです。そうすることで見てくれる方々に感情移入してもらいやすくなります。イコール共感しやすくなるってことですね。はい、そして最後ですね。ステップその5、カラーを入れてみよう。いやいやいや、カラーはちょっとまだ難しいですって思う方もいらっしゃるかもしれませんが、だったら、まずは、このね、線画コミックタイプみたいな状態でも十分一段落の完成としていいと思います。なぜなら、この状態でも、ちょっとこれ例えば漫画描いてるんですけど、漫画の状態で動かすには十分ですよね。なので、一旦この時点で完成としてもいいんですが、もし、チャレンジしたいということであれば、ここから先行って、まあ、ベースカラーと言われるものですね、を決めちゃいましょう。最初は4種類ぐらいが十分な度合いなんですが、僕はちょっと装備品が多かったのでね、8種類ぐらいになっちゃいました。まあ、目の部分が一番狭いんですけどね、範囲が。というように、まずベース、まあ、原色と言われるものを決めてしまいます。で、ここからはもう自己満足の世界かもしれませんが、僕はここまで仕上げたかったなっていうのがあったから、あえて、ちょっとね、色をね、たくさん分けてたわけです。まあちょっとレザー装備が多すぎるので、まあハンターだからちょっとね、こういう、ね、そのモンスターから取った、ね、素材で腰巻き作ったり、モンハンみたいだね。まあモンハン大好きなんですけど。というように、まあ種類が多かったのでカラーも増えてしまったんですが、とにかくこのキャラクターを作った目的、もう一度おさらいいたしますけど、これ、要するに漫画とかゲームとかでね、動かしたかったんですよ、このキャラクターを。ちょっとここで一つぐらいお見せいたしますが、僕はドット絵でアニメーションを描く人間です。オーバーウォッチのゲンジ君、走らせてみた。オリキャラを作ってエレメンタルなサンダーイみたいなこともやってみました。これね、全部のコマがバラバラだからすごい難しかったですね。いかがでした？というように、あんな風にこのキャラも動かして、なんかゆくゆくは面白いことしたいなっていうところまで想定してたので、完成図をここまでクオリティ上げておいたんですね。一回作ってしまえば、あと何にでも派生できるでしょ？イメージ膨らみませんか、皆さん。漫画でも出せるし、アニメーションにもできるかもしれない。ゲームにもできるかもしれない。あらゆる土俵に立たせることができるようになりますよね。これがキャラクターデザインの楽しいところなんですね。いかがでしたか？知らなきゃ損するプロもやっている失敗しないキャラクターデザインの5つのステップご紹介させていただきました。それでは最後にこのキャラができるまでのメイキング動画をお楽しみください。
これにて完成です。いかがでしたか？今回も最後までご視聴いただき本当に本当にありがとうございました。もし参考になったよという方はぜひとも高評価やチャンネル登録していただけますと励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。今後もこういった講座動画やイラストメイキング、その他こうやった時は失敗続きだったけどこんな風にやったらうまくいったよなんて失敗談から生まれる成功レシピなんかも動画で紹介していこうと思いますので、どうぞ楽しみにしててね。それでは今日はこの辺で、バイチャー。